どうもどうも、ジャンプ部屋おじさんです。鬼滅の刃第204話の感想です。前回の203話の次号予告で、クライマックスという表現がされていましたので、今回で最終回じゃないのか、と思っていたんですが、次回に続きました。これは意外な展開でした。そして204話の内容ですが、クライマックスバトルを終えて療養中の日々。今までバトルが続いていましたので、平和なシーンが描かれることは少なかったのですが、キャラ同士が関わり合い、喜び合い、そして伊之助がつまみ食いをしたりとかして、とても和む感じの回でした。何よりも一番印象的だったのは次回予告です。今週の最後のコマ、最後のワンシーンがとても意外性があり、そして次回205話で本当に最終回するんだろうか、もしかしたら設定がちょっと変わって続くんじゃないか、そんな風に思わせる一コマでもありました。第204話、平和なシーンの連続でなんだかほっとすることができました。次回第205話もとても楽しみです。それではまたお会いしましょう。さようなら、さようなら、さようなら。おや、なんとマスクマンが起き上がりこちらを見ている。マスクマンを助けるためにチャンネル登録をしてみませんか。マスクマンは弱い弱い絶滅危惧種なのです。チャンネル登録してあげましょう。